デビット・ホーは、台湾系アメリカ人の医師、ウイルス学者であり、HIV、エイズの研究で知られる。アーロン・ダイヤモンド・エイズ研究センターの創設者であり、コロンビア大学、バゲロスイカ大学のクライド・ヘレンウー教授でもある。ホーは、台湾の台中市で1952年に、エンジニアの南北と構想所の間に生まれた。 体中私立幸福小学校に6年生まで通った、あと1957年に渡米した父を追って、一家でアメリカ合衆国ロサンゼルスに移住した。ジョン・マーシャル高校を卒業し、1974年にカリフォルニア工科大学で生物学の学士号を取得し、1978年にハーバードイコール MIT 健康科学技術部門で医学博士号を取得した。 その後、UCLA 医学部で内科、マサチューセッツ総合病院で感染症の臨床研修を行った。1981年、ロサンゼルスのシダーズ災害医療センターで内科の研修医をしていたときに、後にエイズと判明する最初の報告例に接した。法は流行し始めた当初から HIV、エイズの研究に従事しており、当初は 臨床ウイルス学と HIV の病原体に関する特定のトピックに焦点を当てていた。1990年代半ば、法の研究チームは HIV 複製の動体を人の生体内で解明するための一連の臨床実験を行った。この知見は HIV の早期かつ強力な治療を目指す先駆的な取り組みの基盤となった。法はニアドと メルク社の科学者たちが以前に開発していた高レトロウイルス併用療法を指示し、この治療法により患者の体内での HIV の複製を永続的に制御できることを初めて実証した。これは不治の病だったエイズが管理可能な病気に変わるというターニングポイントとなった。その後、法は HIV の感染を防ぐための戦略の開発に研究の焦点を移した。 しかし、HIV の感染を防ぐためのワクチンは、様々な研究が行われているにもかかわらず、未だに開発されていない。法は、HIV の感染を阻止する戦略として、ワクチン以外のアプローチを主導しており、その成果が期待されている。法の研究グループは、赤毛猿の曝露全予防として、長時間作用型の高レトロウイルス薬の有効性を、世界で初めて実証した。 そのような薬剤の一つであるカボテグラビルはグラクソスミスクラインと共同で高リスク集団を対象としたフェーズ3の有効性試験に進んでいる。また、法の研究グループは HIV の多様な株を中和する強力な抗体も開発している。最も有望なものは二重特異性モノクローナル抗体であり、ビルベリンダ・ゲイツ財団の支援を受けて2019年に 人での初回臨床試験に入った。法研究室は国際的な HIV 治療活動の一環としてアメリカ国立衛生研究所の2つの助成金を受けている。法は2020年2月現在500以上の研究論文を発表している。法はジャック・マーから資金提供を受けて COVID-19 ウイルスのワクチンの研究をしており、 ナインティ1 9に対して有効になる可能性のある他の治療法も検討すべきだと考えている。法は中国系アメリカ人のリーダーによる組織である100人会のメンバーでもある。法はその科学的業績により数多くの名誉や賞を受賞している。2001年1月8日、ビル・クリントン大統領から大統領市民勲章を授与された。2013年、 太陽国から医学や公衆衛生における業績を称えるプリンス、マヒドール賞を受賞した。2015年にはカリフォルニア工科大学から優秀同窓生賞を受賞した。その他、1991年のエルンスト・ユング賞、ニューヨーク市のメイヤーズ・アワード・フォー・エクセレンス・イン・サイエンス・ンド、テクノロジー、スクイブ賞、ヘキスト・マリオン・ルセル賞などを受賞している。 1998年にはアカデミー・オブ・アチーブメントのゴールデン・プレート賞を受賞した。法はコロンビア大学や聖火大学など14の名誉博士号を授与されている。また、北京共和学院、香港大学、武漢大学、福丹大学の名誉教授を務めている。ハーバード大学の理事やマッサチューセッツ校科、大学評議員を務めた。現在は、 カリフォルニア工科大学の理事を務めている。法はタイム氏の1996年のマン・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。後にタイム氏はこの選出は法自身と読者の双方を驚かせたと語っている。同志は1996年に確かに法は有名ではない。しかしヘッドラインを飾る人もいれば歴史に残る人もいると認めている。2020年現在で アメリカ大統領選挙の年にパーソン・オブ・ザ・イヤーに選ばれて、その年のアメリカ大統領選挙に勝利しなかった最後の人物である。1999年にタイム誌のパーソン・オブ・ザ・センチュリーの候補としてアレクサンダー・フレミングの名前が上がった時、法についても言及された。フレミングは法を含む病気と戦う科学者の代表として描かれるものと見込まれたためである。 最終的にパーソン・オブ・ザ・センチュリーはアルバート・アインシュタインとなった。法はアメリカ芸術科学アカデミー会員、全米医学アカデミー会員、台湾の中央研究院員誌、中国の中国工程院員誌に選出されている。2020年12月6日、カリフォルニア州知事のアーノルド・シュワル・ツェネッカーは、法をカリフォルニア博物館にある、 カリフォルニア州の殿堂に迎え入れた。方は、パートナーのテラボンと共に生活しており、キャサリン、ジョナサン、ジャックリンの三人の子供がいる。方の本願地は、厚生昇進余りである。ありがとうございます。